あるんやん。さあ、ということでお宝倉庫にやってまいりました。結構ね、いろんなものが売ってて、これもまだワクワクするようなね、中古屋さんでしたね。ということで早速クーガーのね、ベルトとかロッドとかいろいろあります。しかもね、値段もそんなに高くないですね。全部まあそれなり妥当というか、こちらはゼロワンガングセーバーだったりとかね、最近のですね。でリバイスもありますと。こちらはオーメダルコレクションもあります。14,800円かな。これなんかすごい安いよねアマゾン限定。そしてプライズ品とガシャッとマスコレちょっととハザードもね、3つあったんですよね。すごいいっぱいある在庫がそんなに高くなかったかな、確か。まあこんな感じでね、ずらっと並べてありまして、ウィザードガングもあります。ダブルもある。でパーフェクトベクターもあるけど、まあまあちょっと高いと。まあ昔のおもちゃですからね。イクサも 16,800円、安いですよね。レンゲルもありました、安い。で他にはまあ最近のね、ピルドとドライブとか。もう最近って言っちゃダメだね。この638円、安すぎじゃない。タダスピナー、これも CSM がやっぱ出てるからかね、当時の中古品とかありますね。めっちゃ安くないもん、というここら辺ちょっとびっくり。でもこれはちょっとね、いいお値段しますね。ウォズは本当にずっと安いねCSM ガイも 29,300円、カイザーが 59,300円、ファイズのベルトだけ、そして電音めっちゃプレネですね。パーゼクターもちょっとプレネ、ギャレンはなんかいろいろあるから安くなってるよと。これヒューマギアモジュール、これ初めて見ましたね。ヘッドホンのみ6,480円と SH フィギュア2がいっぱい SIC とありますと。反対側、こちら真骨頂とか CSM ですね。さっきの戦とかもので入ってます。まあ一番くじの SH とか、これちょっとね買おうか悩んだんだよね。めっちゃいろいろ本当に恐竜ジャーのおもちゃ入ってて1980円っていう。充電池も入ってたから、まあありっちゃありなセットでしたね。まあでも本当豊富な在庫で楽しいです。さあそしてウルトラマンコーナーはこんな感じ。まあ比較的やっぱ新しいの。上にね、このセントガイザーとバクレーンを、これちょっとすごいプレネしてて、まあ今はもうプレネなんで妥当な価格なんですけども、中がね確認したらちょっと焼けがあったりとか、あの袋がなかったりとかね、結構状態があんまり良くない、完品ではなかったのでやめました。豪快王、これ安いですよね。3,000円、まあ当時からしたら高くなってますけども。キングエクスプレスは1,628円、まあ最近ですからね。ただここら辺なんかゴーカイジャーのね、結構し今ミニプラがいろいろあったり、ブラストバギー当時品サンキュッパとかね、これもちょっと買おうか悩んじゃったんだよね。めっちゃいいじゃんと思って。デカレンジャーロボもいろいろ付属品とかありますけど、普通に箱綺麗なんでね、安い。いやマジでほんとね、ほら大怪神剣王とか結構すごいいいお値段しますけど、レア物が結構多いというか、懐かしのね結構いいアイテムが多くてワクワクしましたね。はい、ということで何店だったかちょっと忘れちゃったんだけど、いつも行くところです